さん、僕はちょっと質問、はい、いいですか。これいただける質問でね、ええ、どうやったらプロになれるのって、はい、結構やっぱ目を輝かしてるんじゃないかっていう少年たちから、うん、はい、質問来るんですよね、はい、お答えするには一番適切な方なんじゃないかなと。 ありがとうございます。ちょっと原さんに、はい、ラジコンのプロになるにはどうやったらなれますか。よろしいですか。はい、はい、プロはですね、はい、私プロになりますって言ったらプロになれます。なんかその言葉聞いたことありますね、はい。まあこれはなんでかっていうと、冗談のような冗談じゃない、はい、まあこの言い方なんですよ。まあ、ラジコンってプロの団体とかがあるわけじゃないし、ライセンス制度が公式にあるわけじゃないので、まあシンプルに言うと自称プロなんですよね。私プロですって言ってるのが実情であって、でプロの定義はじゃあ何かって言ったら、まあ多分これは他の世界でもプロっていうのは一緒だと思うんですけど、まあスポンサーがついてお金をもらう、これがまあプロなんじゃないか。プロとしてそれでちゃんと生活が賄える、やっていけるところまで行ったのが、まあ、本当のプロじゃないかな、うん、まあそれは多少そういう契約ができたとしても、それでは全くこう生活ができないレベルでは、まあ、プロといってもちょっと厳しい、まあうん、ところかな。プロになれるなるかならないか、本人がなろうと思うか思わないかだけなんですけど、はい、もちろんお金を、まあ、もらえる、スポンサーをもらえるようになるには、はい、もちろん成績がまず一番ですよね、うん、目立った成績、うん、まあスポンサーする側から見て、うん、あの人スポンサーして、うん、自分のところの商品を宣伝してもらいたいなという人物にならないといけないので、それでも成績が必要であったり、まあ今で言ったら分かりやすいタイトルで言ったら世界チャンピオンっていう、ね、それがないとちょっと難しいかなと思いますね。でまあその世界チャンピオンの、まあ、肩書きがあっても、今の時代はやっぱりそう簡単には、うんうん、スポンサーがつかないという、うん、こともあるので、今の時代は、まあ、僕が やってた頃、まあ、20年も以上前ですけど、その時と比べると今は直接的にその僕が辿ってきたルートっていうのは辿れないかもしれない、うん、その時代の違いがありますよね。だ今は僕の時よりももっとそういう何か目立ったものがないと、よりスポンサーしてもらえなくなってる時代ではあると思うので、じゃあ何をやったらいいかと、じゃあ成績タイトル持ってても難しいっていうんであれば、まあ、自分をもっと自分で宣伝していくしかないんですね。価値を自分で作っていくしかない。で価値を作るためにはやっぱり表に出ないといけないんで、やっぱり SNS を積極的にやったりだとか、でそれでいくと今はタイトルがなくても、そこまでラジコンが速くなくてもプロになることっていうのは昔より可能かもしれないですね。昔はもう速くなかったら絶対にスポンサーつかなかったけど、今はそうじゃないのかもしれないですね。高橋さん、さっきあそこでトンボを持った。うん、持った。可愛かった。あの目見たら何も言えないね。まあ、暴れるんだけど、うん、暴れるよね。でも逃がしてって言ってるのよ。逃がした方がいいよ。あんまり持ってるとね、取れなくなっちゃうから、かわいそう、かわいそうだから、ちょっと話してあげて。そうそうそう。宮崎さん、成績があれだったら僕なんかでもチャンスがあるってことですか。もちろん。まず特に今高橋さんはいけるんじゃないですか。マジですか。多分そんじゃそこらのドライバーよりもすごいカリスマ性が出てるから。なるほどね。やっぱその影響力っていうのは、今はその影響力の出し方っていうのが変わってる可能性ありますよね。だもうまず今 SNS をやらないと、もうやることが必須かもしれないですね。だ僕もやっぱりやっていかないと、今まではもう雑誌社が勝手に企画してくれて取り上げてもらってとか、まあ自分を出してくれる場がありましたけど、今はそういうのが減ってきてるんで、まあプロになるかならないかは、まあ誰でもなれます。その代わり必要なこともいっぱいあります。で時代が変わって今は必要なものが変わってきてるんです。ちなみに海外のプロ、はい、例えばアメリカ人、だと概念と全く一緒ですか。うん、一緒だと思いますね。やっぱり海外でも、うん、そのレースだけではちょっと厳しくなってきてる、うん、ところはあると思うんで、まあ、その海外では、
いまだにその、まあ、プロとして続けられてる人は続けてるんですけど、うん、やっぱプロでやっていけなくなっちゃった人も多いですよね、実際に。まあ、個人名を挙げることはちょっと難しいですけど、実際にやっぱりいますよね。うん、あの人でもやっぱり厳しいんだみたいなのありますよね。でも残ってる人を見たら、やっぱり、その残ってる人なりの、その、まあ、カリスマ性っていうのは、あると思うんで、まあ今、そのプロでやってる、まあ海外で有名な人っていうと、まあバギーで言ったらライアン・メイフィルとか、うん、ライアン・キャバラルとか、ティボとか、うん、あの辺は結構もう今で言ってフル株ですよね。そうですよね。もうだいぶいい、年もいい年になってますよね。うん、もう30超えて、うん、でも未だに彼らはあえてプロとして表で活躍できてるところに、やっぱりスポンサーする側が魅力をまだ感じてる。で若い子は出てきてるけど、まだそこまでプロになれるところまではまだ行ってない厳しい世界ではあるんだろうな。つまりプロになるには、はい、まあ、まずラジコンは早いに越したことはない。これはもう基本的には絶対条件ではあると思いますね。まあ、ラジコンにまず精通してないと、それがどれだけ早いかは別として、やっぱりその知識であったり、そのどれだけラジコンと携わっている人なのか、もしくは内容がどれだけ濃い内容を知ってる人なのかっていうところで、やっぱりその価値が変わってくると思うんで、近道としてはワールドタイトルというのは。そうですね、まあ、特に、まあ、僕の時代なんかはもうワールドタイトル取ればもう自然的にすぐスポンサーさせてくれっていう時代ではあったと思うので、でも今はそうじゃないのが現状だと思いますね。それプラス、はい、人間性であったり、カリスマ性であったり、そうですね、人間的に魅力のある人間性というのも必要になってくる。そうですね、そういう時代であると思います。海外でも人気が出る選手、これも一つポイントになると思います ね, ね。それにはやっぱりある程度の英語っていうのが、まあ、英語圏の、まあ、英語であれば世界中その言葉を理解できる人が多いので、英語が少しできるだけでだいぶ変わりますよね。そうするとその人が何を喋ってるのか、どんな感じのキャラクターなのかっていうのも知ってもらえると、世界中にこうファンが広がってきて、もちろん世界中でその認知度だとかファンが増えてくれば、スポンサーする側はやっぱ気になって声をかけてくれる可能性はあると。原さんね、先日も原敦ブランドの商品、ね、はい、香港から発売されてますし、ね、さすがですよね。ありがとうございます。はい、まあ、そういったことが必要ということですね。そうですね。いや、貴重なお話、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、宮崎さん。いつも動画見ていただいてありがとうございます。非常に活かされております。よろしければね、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。またツイッター、インスタ、フェイスブックもやっておりますので、そちらもフォローをぜひお待ちしております。